はい、前回ですね、形のことってどんな顎当てが合うのかということで解説いただいたんですけど、今日は顎当ての質についてぜひ解説いただきたいなと思いまして、材質も結構いろいろありますし、まあ当然こうピンと切りもあるんだろうなと思うんですけど、このあたりもぜひ、はい、解説していただきたいなと思います。はい、こうね、実際に映像で見ていても色が違いますよね。でこれはですね、ほとんど着色したものではなくて、材木の色そのものなんですね。で代表的な材料はね、これですね、黒炭、英語でエボニーですね。一番硬いですね、これは。であとこちらですね、まあ、これがいわゆるローズウッドとかいう、ね、あとパリサンダーっていうね、まあ、これ大体焦げ茶の木目模様がねついてるんですね。これも硬いです。ちょっとついてるとかっこいいですよね。そうですね木目がねついてると、はい、でこの一番明るい色というかですね、飴色ですね、まあ、こう明るい飴色、濃い飴色ありますけど、これが日本でいうつげ材ですね。英語ではボックスウッドって言うんですけど、まあ、これはですね比較的柔らかくて、軽いです。これ材質が変わってくると何が、まあ、見た目はもちろん変わるんですけど、うん、何が変わるんですか？まず重さ、うん、はい、こちらの黒炭、黒炭とローズウッドですね、うん、ここら辺は全部硬くて重たい材、まあ、比重が高いんですね。でこちらのツゲはですね、こちらに比べると軽くて、まあ、柔らかい、うん、で結果こういうものを楽器につけるわけですから、ね、楽器もある程度重量が増しますね。で、それが実際に楽器を響かせるときに、まあ、いろいろ影響が出てくるんですけど、すごく単純に、まあ、お話しますと、この硬くて重たい材料というのは音が少し固め、まあ、よく言うと音がすごくクリアになります。例えば、ね、速いパッセージ弾いたときに音がすごく速く反応しやすい、もしくは音に濁りがなくなる。ただ、少し、ね、音が硬くなりがちだったり、ちょっと音が、ね、重くなりがちっていう、まあ、傾向にもあるってことですね。で今度こちらの、ね、つげ材、柔らかくて軽い材料、これはこちらの反対ですね、まあ、音が少し柔らかくなって、うん、で、まあ、音がちょっと軽くなるというか明るくなるというか、だから専門的にはこちらの材料はより音が華やかになる、まあ、いわゆる倍音が増えたりします、うん、必ずしもではないんですけど、傾向としてはそういうことですね。なるほど。これ確かにツゲと黒炭もう全然重さ違いますもんね。違いますね。違いますね。ね、すごい軽いよね、うん、軽いですね、うん、やっぱりそうですよね。だって楽器の重さも比べてやっぱり結構アガワテの重さの割合ってそれなりにありますもんね。そうですね、はい、やっぱりこれで結構響きが変わるっていうのはなんか納得な感じがしますね、はい、でもやっぱりそうなってくるとやっぱりこう軽い方がなんとなくこう響きが良くなるイメージだったんですけど、はい、必ずしもそういうわけでもないって相性とかってあるんですかね。やっぱりこの全く材料が違うと、もちろん具体的にも同じ楽器でも重さも響き方もね変わるんですけど、じゃあ同じツゲ材のもの、こちら、ね、こちら、こちら、これですね、例えばこれメーカーは違うんですけど、いわゆるガルネリタイプというねアグアテですね。一般的なやつですね。そうですね。ですけど実はこれですね、コンセプトが全然違うアグアテね。こちらは裏側を見ますと、こういうとこ全部余計な肉厚をすごく削ぎ落とした、ね、細いですね。薄いですね。でこれは今おっしゃったように、なるべく材料を軽くして、うん、材料の影響を少なくしよう、うん、まあ、より楽器をね響かせようというタイプです。でこちらなんですけど、こちらもガルネタイプなんですけど、裏側を見ると結構厚みがありますね。確かにこの辺の厚みとか全然違いますよね。伝わるかな。だいぶ違いますね。ここら辺もね、持っていただくと全然ね、違いますね。違いますね、はい、重さも違う。で、これがですね、こちらとは違って、うん、材料もですね、楽器と一緒になってある程度音を響かせるっていうコンセプトなので、薄くしすぎないですね、うん、ただその時の響きというのは、まあ、いわゆるそのバイオリンの音色を損なわないような材料、だからこれもあの何でもいいツゲではなくて、まあ、非常に上質な材料なん
ですから、これをつけた楽器というのは、例えばストラディバリウスではなくても、ガルネイではなくても、一般的な例えば量産楽器であっても、初心者の楽器であっても、これをつけるだけで音があれってオールドバーになったような響きがしたりします。そんなんですか、はい、本当ですか、はい、それ。これじゃあこれつけたらオールドバーみたいな音がするかもしれない。はい、あの必ずそうなるわけではないんですけど、音がこうなんか上質になるというか、音が、ね、グレードアップするというか、ワンランク上の音が出てくるかもしれない。そうですね、それはあの、まあ、お試しにならないとね、あの 100% 絶対そうなるとは言い切れないんですけど、まあ、そのくらいやっぱりあの、ね、アゴ当ての材質とかパーツでも音質が変わる、響き方が変わるっていうね、一つの例ですね。同じ継ぎでもそれだけ、まあ、グレードの差があるっていうことですかね。そうですね、あの、まあ、グレードって私たちは言っちゃうんですけど、よりバイオリンを弾いてる方が、欲しい響きがあのこういうものをつけるとこう加わるっていうんですかね。小関さん、これ材料は、黒炭とローズと継ぎが、まあ、代表的なというところでさっきおっしゃったんですけど、それ以外にも使われるものとかあったりするんですか。弓に使われるですね、フェルナンブーコ材っていうのは、結構ね使われてるんですけど、すいませんちょっと弓を取る。弓のフェルナンブーコもパーツに、そうですね、この竿の材料でね。フェルナンブーコだとどういう特徴というか、あの弓の材料、このフェルナンブーコ、ブラジルで取れる材料なんですけど、ね、例えばこういう、ね、すごく弾力性がある材料ですよね。で、弾力性があるんですけど硬さもある、ね、簡単に折れないですね。でこれをですね、アゴ当てに、しますとですね、硬いんですけど、先ほど話したようにこの黒炭とかローズウッドみたいな、ただ硬くてちょっと音がね締まってしまうっていうだけじゃなくて、ある程度響きも加わってる。で、なんていうんですか、その音のイメージからすると、音にこう少し響きがあって、で硬さだけじゃなくてちょっとこう粘りがあるというか、またこれはこれでフェルナンブコ の, あの材料だとあの独特の響きがつきます。でこれ結構ですね、あのフェルナンブコの、アゴ当てもしくはあのテールピースなんかって使うんですけど、フェルナンブコを好んで使う方も最近はいます。でもそうですね、弓を変えてもすごい音も変わりますし、まあ、その感覚でいくとやっぱりなんか良さそうな、ね、感じもしますよね。そうですね、ですからあの、まあ、ちょうどですね、硬さとあの響きが、まあ、これもあのバランスが結構取れてる材料かなと思います。あ、そうなんですね。他にもやっぱりあったりするんですか。そうですね、でちょっとこちらにあの普通のアゴ当てではないんですけど、このシムレストっていうこの材料、いくつかの材料で作ってるんですけど、こちらですね、これは日本の欅ですね、うんうん、ちょっと持ってもらえます？そう、軽い。あ、軽っ、めちゃめちゃ軽いですね。あ、すごい軽いですね。これ全部同じですか。これはあのまたちょっと重たい。あ、これ自体が軽い。あ、こっちの方がちょっと重いですね。あ、まあ、これはあのまたね違う、全然違う。あ、そうですね、アフリカのね、これすごい軽いです、硬い材料。すごい、これスナック菓子みたいな感じちょっとね、色がねすごいですね。そうですね、これは、まあ、すごくあのざっくり言うとちょっとこの継ぎに近い。うん、確かに、はい、同じぐらい軽い。で実際に削っててもあのこう軽く削られるんですけど、あの例えばバルサ、スカスカの木ではないんですね。これもあの削ってるとある程度強度と粘りもあって、うん、だからそれがあのアゴ当てにねしたものがこれはちょっと着色してます、うんね、なりますと音の響きも豊かなんですけど、先ほどの下の音に少し倍音が増えるような感じで、温かみのある、まあ、柔らかい音がするのが、まあ、この欅の材料の特徴かなっていうふうに思います。欅のでも材質の普通のアゴ当てって私見たことない。ね、そうですね、これはあのたまたま志村先生という方が考案したシムレストというものを作るときに、まあ、欅以外も黒炭も、ローズウッドもこういう、これはブビンガというまたね別の硬いアフリカでいろいろ試した。で実際今そういういくつかの材料で作ってるんですけど、比較的この欅で作られたシムレストを選ぶ方が結構多いんですね。なんか日本の材料ってのいいですよね。そうですね、刺身があると。そうですね、そうなんですね。
いろいろあるじゃないですか。値段って結構ピンキリというか違ったりするんですかね。そうですね、ここにあるものは本当にピンキリですね、うん、この中で一番高いものはやはり先ほどねお話したこのクローソンっていうね、うん、イギリスのメーカーのものですね。これがだいたい8万9万10万くらい1個。すごいですね。めっちゃしますね。え、これピアノのこのバイオリンってこれセットで2万5000円ぐらいですけど、え、じゃあこれこう組み合わせてもいいけど、これ8万でこれ2万。そうですね。そういうことですね。でもさすがにそんな楽器以上の値段というかっていう人ってあんまりないですよね。普通はいないんですけど、これですね、私が実際に経験したねお話なんですね。私ですね、いろんなお店に楽器の調整会とかに行ってた時の話なんですけど、ちょうど私が行ったお店で私が楽器をねじゃあ預かって調整をするという仕事と同時に、まあ、ちょっとですね普段はないこういう高級なパーツの展示会も、ね、行ってたんですね、うん、でそれはお店のスタッフの方が、まあ、接客してて、私はねひたすらこういう近くの机でお客様の楽器を直してるんですね、うん、そしたらすごくよく知ってるお客様で、しかも私が昔楽器をご紹介して買っていただいたお客様が来まして、うんうん、ああじゃあパーツなんか高いのあるらしいですよね、いろいろ紹介しだしたんですよ。で最初ですね、私その楽器のことをよく知ってる、自分で仕入れて、まあ、実は、イタリア製のねすごく良くなる新作楽器なんですけど、お客様がまあ、こんな高いものではなくて、でも最初からついてるものよりは単体でちゃんとした値段をする、1万円とか2万円とかっていうものをつけながらだんだんこう変えてったんですけど、私は最初あアゴ当てを変えて音量が大きくなったとかね、あ音がちょっと明るくなったなっていうこうなんとなく下を作業しながら音だけ聞こえてくるんですね。聞こえてきます。でそのうちにですねガラッと音が変わったんですけど、その時私実は楽器そのものを変えたと思って、あもうアゴ当ては大体試したから、はい、ちょっとじゃあこっちの楽器もみたいなことですよね。そうですね。でそれがですね、あ新作楽器からオールドバイオリンに変えたんだなと、古い楽器に変えたそういう楽器も展示してあったので思ってたんですね。で視線をですねお客様の方にやったら依然として前の楽器だと。で要はこれに変えたわけです。さっきの 7,8 万の、はい、アゴアテ、はい、フューチャールクローソンに変えられたと、はい、したら新作楽器がオールドに、はい、そんなことありますか。本当にそれは、私もねちょっとびっくりした。そんなに変わるもんですかね、はい、まあこれはですね、実際には本当にストラディバリス本物とかガルネリとかね、まあ、プロの方も普通にどんどん使うようなアゴアテなんですけど、例えばそれがですねそんなに超高級の楽器ではなくても、ある一定のやはり、音質の向上っていうのは私はその時はすごくやっぱり違うというのはすごく実感した瞬間でした。いやちょっとびっくりですね。いやなんか弓を変えてその音が本当にこう古い楽器みたいなのは私もちょっと経験したことがあるので、なんかまあイメージもあるんですけど、アゴアテだもんね。これだけでそんな、じゃあこれつけたらオールドになると思います。まあ全てがねオールドバイオリンになるというわけではないんですけど、まあでも試してみる価値はありますよね。そんだけ変わるんだったら、まあもちろんポテンシャルがあってのものだと思うので、新作のやっぱりマスターメイドの楽器ですかね。そうですね、はい、だったからこその変化だったのかなっていうのもあるんですけど、ね、そうですね、そのより変化量がやっぱり大きかったっていうことでもありますよね。いや奥深いですね。アゴアテで全然そんな変わっちゃうなんて、うん、いやすごいですね、はい、なので決してですね買った時それが安い楽器であっても高い楽器であっても、最初からついてるそのアゴアテ、まあテールピースもそうなんですけどね、がずっとオリジナルだから大事にして交換しないではなくてですね、アゴアテはまあ、金具さえあればね皆さんでも交換できるので、弾き心地だけじゃなくてやっぱり、ね、響き方もやっぱり変わってくるっていうふうに、思われて、いろいろねそれは何かチャンスがあれば試されるといいと思います。こちらの金具が違うのは何か意味があるんですか。結構違いますね、これ。そうですね、こんな感じ、分かれてるのとつながってるやつですよね。はい、まあ、いわゆる一体型とセパレート型っていうことなんですけど、この一体型はここの締めるところは2つなんですけど、これ、まあ、全部一体型なので、これにしますとセパレート型に比べると若干軽いです、重さが。実際にこれを楽器に装着するとセパレート型よりも
まあ、そんなに機能的に問題はないんですけど緩みにくい。うん、こちらはネジが2つ単純にあるので、ね、どっちかが緩んだらやっぱり締めなくちゃいけないと思うんですけど、これですね、片方が緩んでもそんなに簡単に落ちないんです、うんうん、あともう一つですね、ここの下の部分ですね、ここフライトを締めるところ、こちらは厚みがあるんですよ。で、先ほど話した片打てをしない方の中にはここの下の部分が鎖骨に少しここが気になるという方もたまにいらっしゃいます。まあそういうところはちょっと違うんですけど、こちらにしたから音がいいとか、ね、こちらの方が軽いからそういうことはあんまり気にしなくていいと思います。このここの部分の材質も変わるんですか？なんかいろいろある、なんか例えばこれとかちょっと色味が違うなって思いますね。そうですね、ちょうどここにまあ、代表的な、素材3つ、この、ね、色の違いとちょっとわからないかもしれないですけど、触るまずこちらですね、これがよくセットバレーの中に普通についてる、ね、ここの金属の素材ですね。で、これがいわゆる普通 の, メタルとか、まあ、ニッケルですね、うん、で、この真ん中はこれちょっとグレーの色してるんですけど、これはチタン合金になります。で、こちらがですね、いわゆるシルバーですね。この素材によって具体的にその響きとか、音色、まあ、若干変わるんですけど、うん、このチタンというのはこの中で一番、まあ、素材としては響きやすいと言われてます。ただこのチタンの金具をじゃあこちらのニッケルのアゴ当てにつけたら劇的に音が変わると多分分からないんですね。でそれよりもですね、今は金属アレルギ ー, あー、ね、結構多いですよね、うん、で、てきめんにですね、多分この普通のメタルですね、ニッケルのものっていうのは具体的にここに肌に触れる時に金属アレルギーの方にはやっぱり反応しやすいので、うんうん、まあ一番それが防げるのは多分このチタン、うん、まあその次にこのシルバーっていうことですね、うん、なるほど、はい、まあ、体に当たりますもんね。そうですね、ここの金属部分はね、うん、ちょっと、はい、金属アレルギーの方はご注意ください。これ金具の部分だけ後で変えることもできるんですか？はい、一体型のもの、変えられるんですけど条件がありまして、ここの軸の幅が同じものであれば、まあ、交換は可能だと。あ、穴の位置が一緒じゃないとダメってことですね、はい、ここですね、はい、でもここが、ね、微妙に開いてたり縮まったりするとちょっと難しいですし、うん、そもそもここの、今度はネジの太さ、うん、こうね、木の中に入ってくるネジの太さも結構微妙にまちまちだったりするので、うん、まあ、そこが一緒じゃないとちょっと交換する。じゃあ基本的にはもうアゴ当ては金具ごと交換するっていう考え方が、ね、そうですね、はい、金具だけを交換するっていうのは多分ほとんどなくてですね、はい、うん、顎当てってこう、まあ、さっきの金具の部分がこう真ん中に来るタイプと、あとこう横に来るタイプってあると思うんですけど、ね、はい、なんとなく真ん中の方がいいのかなみたいなイメージで来てたんですが、はい、これは実際 どっちがいいんですか？はい、ですね、どっちがいい悪いではなくてですね、この金具がどこを楽器のどこを締めるかによって、うん、その楽器のね、響き方が変わってくるんですけど、こうやってちょうどここのとこを締めるわけですね。で、楽器はですね、周りはここの中にブロックというものが入ってるんですね。ここのブロックそのものをこれで締めるんですけど、こちらのタイプはこのブロックを外してこっちの、まあ、横板をこう締める形になります。で、そのですね、どこを締めるかによってこの楽器、まあ、特にこの表板ですねが振動する時の特性が変わるらしいんですけど、まあ、それで、結果的にその音の響き方そして音色が変わるということなので、どっちが優れてるとかどっちにしたらより良くなるということではなくて、これも、楽器と、まあ、弾く方のやっぱりその好みによって、まあ、その響き方に関して言うとやっぱりいろいろ試されるといいと思います。じゃああれですね、やっぱりもうやってみないとわからないっていうところが、そうですね、最終的には、まあ、あるんですかね、はい、うん、もしかしたらお持ちの楽器が急にオールド楽器みたいな響きになるかもしれないっていうことですよね。はい、そういう経験は、はい、私にはしておりますのでね、はい、いやそれすごいですよね、いやちょっとぜひですね、ご覧いただいた方のこのあたりのですねものも視野に入れながら、
いろいろとですねお試しをいただけるといいのかなと思います。演奏感だったり音色だったり、うん、まあ、こんなに違いが出るんだなってね、すごい勉強になりました。ヨヨさんどうだった？そうですね、アゴアテってただの付属品だと思っていたんですけどこんなに違いがあるとは思わなかったのでお話聞いてすごく楽しかった。そうですね、もう本当になんとなくもう普段ずっとそこにあるものなんでなんかもうそのまんまっていう方がすごく多いんじゃないかなと思うんですけども、本当にまあ演奏でですね困っててちょっとなんか肩が凝るなとか持ちづらいなっていう方も多分すごくいらっしゃると思いますし、まあ肩当てだけで考えた方もいらっしゃったと思うんですけど、まあアゴアテっていうところのアプローチももう一回ですね視野に入れながら見ていただけるといいなと思いますし、あとですね、まあ、お手持ちの楽器がですねもしかしたらこういったものでですねオールド楽器に変身するかもしれませんのでそのあたりもですね楽しみにしていただきながらお試しいただけるといいかなと思います。まあ、当店の方でも、島村ストリングス秋葉原の方でも、各種ですねお試しもできますのでお気軽にですね、行っていただければなと思います。また次回もですね、小関さんにも定期的に出てきていただこうと思っておりますので、もしですね、こんなこと知りたいなとか、ここどうなのみたいなのがありましたら、コメント欄にですね、続々と書いていただけると、ピックアップして、放映するかもしれませんので、ぜひぜひ、おっしゃってください。では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。